どうも、ラムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はブレイブスキルランキングやっていきます。ブレイブスキル、いろいろあるんですけども、今日はトップ10を発表しますね。ちなみに、このランキングですけども、自分がよく使っていたもの、そして便利で強いもの、それをランキングにしてます。では早速、行きましょう。それでは第10位ですね。10位はロイヤルオーダーです。経験値が倍になってめちゃくちゃ美味しいです。ただしレベル50になると使わなくなりますので、まあ10位かと思います。もうほんと序盤から中盤にかけてめちゃくちゃ使ってましたね。続いて第9位です。9位は2つあります。パッシブオーダーとアクティブオーダー、この2つですね。能力としましては PP もしくは AP を1増やすっていう能力なんですけども、装備がある程度揃ってくると必要なくなるっていうことですね。それがちょっと残念。これ4までしか AP、PP がないんだけども、これがね5まで追加されるんだったら強かった。これ4までしかないっていうのがとても残念ですね。それでは第8位です。第8位はヒール2ですね。ヒール1と違って効果範囲がものすごく広い。このサークル内の仲間すべてを癒してくれますので使い勝手がいいですね。ただし終盤ぐらいになるとアイテムが揃ってきて、ヒールじゃなくってアイテムで回復しだしたんですよね。なので序盤から中盤にかけては本当にこれは使えるスキルだと思います。第8位はヒール2です。第7位です。第7位は2つあります。まず1つ目がテレポートですね。自分を、自分の施設もしくは仲間のところへ、瞬間移動させるっていうやつですね。かなり使いやすいです。でもう1つがよし、こっちですね、ロングチェンジです。これはテレポートとそんな変わりはないと思うんですけども、指定したユニットと自分の位置を入れ替えるっていう感じのスキルです。まあ、使い方としては、早くて強いユニットを、ボスのところまで一気に進ませて、スタミナがなくなったら、そこに移動して攻撃していく、そういう感じで使っておりました。第7位ですけども、2つテレポート、そしてロングチェンジですね。それでは第6位です。第6位はこれ、レスキューですね。味方ユニットを自分のユニットの近くにワープさせるっていうやつですね。7位のテレポート、ロングチェンジとあまり変わらないんですけども、レスキューは、1で使えるのでかなり使い勝手がいいです。テレポートとロングチェンジは2使いますので、こっちの方が、よく使ってましたね。レスキュー、もう画面の端から端まで、移動できるのでかなり役に立ちます。では第5位です。第5位はこれ、ブレイブオーダーですね。ブレイブを3使いますけども、とんでもないバフを発動してくれますのでめちゃくちゃ使います。そして第4位に行きます。第4位はこれ、バイタライズですね。やっぱりスタミナ切れって起こしやすいんですよね。その時にこのバイタライズがあると周りの仲間も加えて一気に回復してくれるので、すごく使い勝手がいいです。全力で。ではトップ3に行きましょう。第3位です。第3位はこれ、ストライクレイですね。直接攻撃するスキルはいくつかあるんですけども、その中で俺はこれが一番好きです。なぜかっていうと、とにかく範囲がバカみたいに広い。もうめちゃくちゃ遠くまで届くんですよ。これによって一気に5、6体倒した時が気持ちいいんですよね。スーパーロボット大戦とかでもなんかこういう技めちゃくちゃ好きだったんですよ。第3位はストライクレイです。それでは第2位です。第2位のスキルはこれですね、ジャンプ2です。指定した敵ユニットの位置へジャンプ移動するですね。これ壁まで越えてくれるので、壁があるステージとものすごく相性がいいです。
もう一気にボスを叩くことができるので結構使ってました。ジャンプ。それでは第1位に行きましょう。第1位のスキルはこれだと思います。ファストエール2ですね。範囲内の味方ユニットの移動速度をアップさせるですね。このアップさせる、移動速度が尋常じゃない。もうこれを使って突進すれば、結構楽にいけますので、めちゃくちゃ使ってました。ファストエール2、周りの仲間にもね影響するっていうのがすごくいいですし、ブレイブ1しか使わないんですよね。それが素晴らしい。めちゃくちゃ速いもん、これ。これで突進されたら敵はたまったもんじゃないですよね。はい、ということで今日は最強ブレイブスキルランキングやっていきました。これ個人的な意見が入っております。ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。